ますが、まあ、今日は統合 TV を、まあ、私が普段作ってるということで統合 TV に関するこう話をしたかったんですけど、まあ、割とこう前の発表者にこう削られてしまいました。まあ今日スライドはこの3枚です。でまあ名前が大石翔一郎といって生物情報科学科4年。生物情報科学科っていうのは、まあ、ここにいる人割と生物情報科学科の人が何人かいるので、まあ、大体大丈夫だと思うんですけど、ここの TBCLS のすぐそばにある建物で、まあ、バイオインフォマティクスとシステム生物学をやってることになってる学科です。で、今、3年生の人が、5人ぐらいなんかバイトしてるみたいな感じで、まあたくさん来てます。まあここに書いてないことを自己紹介していくと、まあ、文鳥がペットで、まあ俺特にアイコンになってるんでお気に入りな白文鳥なんですけど、あとは格闘技としてはこうなんか相撲が好きだったり、あと納豆が食べるのが好きです。で、まあ、私が作った統合 TV をこれ、まあ、今回統合 TV があんまり流れてなかったので、こうこれを流しながら話をしていこうと思います。でまず R に関する統合 TV を作ったんですけど、まあ、まず先ほどあったタイトルからこうどんどんどういうことを説明するかっていう吹き出しがあって、でそしてまあ拡大かなんかを使いながら、まあ、このように実際に本当に操作をしてる感じで紹介して、あれやばいすいません、操作をしてる感じでご紹介していく、操作を実際に操作をしていく感じなので、まあそのままこれを見ていけば最後までこの動画を見た人は同じことができるようになると。なんかおかしい。ちょっと YouTube 版いきます。多分インターネットがちょっと不調なんでそれのせいかもしれません。まあこれ最初に録画をこう実際に操作をしているところを録画して、それを編集してこう色をつけたり吹き出しを入れていくんですけど、まあ一番気をつけていることがあまり間延びをした動画にならないようにすること。この吹き出しの秒数なんかが一番気を使って、まあ長いと感じるか短いと感じるかは人によるかもしれないんですが、まあ、大体自然に見てて特に長すぎないようにしているというか、まあ、こう短いものは短く、重要なところは長くみたいなところに気をつけて作っていきます。であと、まあ、こことか画面のこう切り替えとかも何回かあるんですけど、まあ、例えばここのスクロールなんかを一つ取っても、これ実際に録画するときにはスクロールっていうのは非常に難しくて、なかなか見せたいところにうまく合わないみたいな感じでこうガチャガチャ動かしてるんですけど、まあ、そこみたいなのは編集で全部こうガッと画面切り替えなんかを使って自分が見せたいところにパッと引くようにさせています。で、まあ動画を何の動画を作るかなんですが、まあ、基本的に最初は Go with Tsuyu さんがあのチケットってあったんですけど、あれでなんかこう自分の好きそうなやつとかもしくはおすすめなやつを探してきて、でそれを作るんですが、まあ、基本的には自分の趣味の自分が面白そうだなと感じている動画を作っていくことが多いです。で、まあ、この R の動画に関しては、まあ、自分は R が非常に大好きなので R の、まあ、こういう動画を作ろうというふうに考えて、で、まあ、自分のなるべくなんか持っている知識をこうなんか
こう使えるサイトとかも入れるようにしてやったという感じです。あとはまあこう R じゃなくて実際のウェブサービスなんかだったら、まあウェブサービス一回も使ったことがなくてもそのトコ TV を作る前にそれをもうかなりマニアックなところまで使いこなしてからどういうところが嬉しいのか、あの前も言ってたんですけど萌えポイントを探してそれで作っていくというふうにしています。で、まあ、ここの統合 TV のこの吹き出しの文章なんですけど、まあ、これは、統合 TV を編集する人が、まあ、この動画の編集に合わせて毎回自分の頭で考えて作ってるものなので、まあ、非常に有用な情報であると。でこの吹き出しは全部この動画の元のファイルから抽出してきてこのようにネタバレ動画のスーパーとしてまとめてあるんですが、まあ、これが最近こうリンクがつくようになって、例えばここをクリックすると1分9秒ここの吹き出しから再生できるような機能を付け加えることなんていうのもしました。あとまあさらにここの動画のスーパー今はただ時間 と、そこを紐付けてるだけなんですが、まあ、よく見ていくと、まあ、例えばここに MIRNA とかもしくは正規化とかあとは発言量とかいろいろキーワードが含まれてるんですね。なので、まあ、このキーワードを、まあ、はてなキーワードみたいになんかこうリンクしてあげて他の動画を推薦するみたいなのを、まあ、今作ろうとしていて、まあ、作業しています。で、まあ、基本的に統合牧場でこう RA がやったことは皆さんブログにまとめていて、まあ、こんな感じで多くの人はハテナを使っていて、まあ、こんな感じでまとまっています。なんか以上です。非常にまとまりのないあれなんですけど、何か質問は質問かなんか。最後に統合テレビをね、はい、実際に再生されているところがよろしかったんじゃないでしょうか。質問のある方は身内から質問してもいいですか。吹き出しの、はい、今ももさん入ってくださったんですけど、吹き出し中のプログラムは大変お世話になってます。あ、ありがとうございます。多分なんか統合テレビを作ってる人はなんかいつもすごいお世話になってて、あれ作るのって結構大変でしたか。あれはなんか動画を作る元のファイルが XML でこう保存されていたので、なんかそれをちょっと仕様がよくわからないんですけど解析してで、あと、まあ、ついでにその吹き出しどの順番でなってるか分かんないので、まあ、結局再生その吹き出しがある秒数まで取ってたんですね。なので、まあ、そこを最近秒数を付け加えてでこう紐付けるようにしました。でまあ何かこういう XML パースしてこう並べるみたいなプログラムもあんまり書いたことがなかったので、そこは、まあ、統合牧場でこれをやるっていうのがきっかけになったというふうに。